皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学3年生の数学グラフの問題の14回目です。では問題を見ていきましょう。四角1、図のように y イコール 2x 2乗のグラフ上に2点 AB があります。この時点 A の x 座標はマイナス1、点 B の x 座標は3でした。括弧1、2点 AB の座標を求めましょうと。 AB ともに x 座標が出ていますから y イコール 2x 2乗にこの x 座標を代入すれば y の座標が分かりますね。ですから A 点ね、 y イコール2かける A 点は x 座標マイナス1ですからマイナス1括弧の2乗とイコール2と。ですから A の座標は x マイナス1でマイナス2とこうなりますね。 B は x 座標3ですから y は2かける3の2乗イコール18となって B 点の座標は318とこうなります。一応ここに書いておきましょう。マイナス1、2ですね。こちらが318とこうなりますね。括弧2、 y イコール 2x 2乗でx の変域がマイナス1以上3以下の時 y の変域を求めましょうと、ね。この範囲で y の、一番大きいところと一番小さいところこれを求めなさいということですね。x の変域がマイナス1から3ですから、つまりグラフ上でいくとここからここまでの間でね、y の値が一番小さいところと一番大きいところを求めればいいわけです。こう見てわかるようにね、一番小さいところ、A 点から下がっていって B 点の方に上がっていくので、一番小さいところ0ですよね、原点。つまり0以上で一番大きいところ。3のところで18で y の変域は0以上18以下、こういうことになりますね。時々間違えやすい人はここの A 点の座標と B 点の座標を書いちゃう人がいますよね。そうではなくてグラフを一度書いてみて、じゃどこからどこまでかなというのをこうやってグラフをなぞってみると一番下がどこか、ミスがと思います。括弧3、2点 AB を通る直線の式を求めましょうと。 AB を通る直線ですからこう通っていくこの直線ですね。これ1次関数ですから y イコール ax プラス b とこういう形になりますよね。で2点の座標が分かっているのでこの2点の座標をこの式に代入して連立方程式を作ります。 A での y が 2x がマイナス1ですから2イコールマイナス a プラス b とこうなります。 B 点の方は y が18ですから18イコール 3a プラス b と、これを引き算しますとね。そうするとマイナス16は4マイナス4以下、こうなりますね。と両辺をマイナス4で割ると A イコール4と分かります。そしたらこの4をこの上の式に入れましょうか。2はマイナス4プラス B とね、2たす4は B なのでこれ B
よね。ですから求める式は A の部分が4、B の部分が6ということなので、Y イコール 4X プラス6と、こういうふうになります。接点が6ですから、この点が6。こういうことですね。括弧4番。三角形 AOB の面積を求めましょう。これも問題ですね。三角形 AOB。ここをこういって、この三角形ですね。この三角形。この三角形の面積を求めましょう。これもこれまでやってきたのと同じようにですね、三角形2つに分けて考えます。この切片の6のところ、ここのところの記号をつけて P と置きましょうか。でここの部分を底辺として、PAO の三角形と PBO の三角形2つに分けます。つまり三角形 BAO プラス三角形 BBO と、こうやって求めますね。で底辺はここの部分なので、底辺どちらも6ですね。で高さの部分、ここの部分は A 点の X 座標、こちらはここが高さになりますから B 点の X 座標、こういうふうになります。ですから底辺かける高さは、ね、2に合わせると2分の底辺6ですね、6かける1足す2分の6かける3とこうなります。約分しますね。そうすると3たす9、こうなって12ですね。ここではこう単位のことを書いていないので、答えはそのまま数字の12、これが回答ということになります。これ座標軸の一目盛りを1センチとするというふうに指定されていた場合は、ここは単位をつけて12平方センチメートルというふうに書いてください。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞ高校受験の勉強頑張ってください。ではまたお会いしましょう。さようなら。